アベンジャーからドラムシーケンサーのMIDIデータを抽出してみます。今これは内蔵シーケンサーによる演奏ですね。次は抽出したMIDIデータ、音価がね間違ってますよね。これあと発音ポジションもね、位置がちょっとずれてます。はい、元のループに忠実に、僕がMIDIデータを修正してみました。元のループはこういう感じですね。修正したものはこちらです。